いて18も減ってしまった。どっちを取るかってことですよね。まあまあこっちですね。このどっかにボタンがあって、それを押すとここにあのワンアップが動いてくるっていうところでしょうか。壁は入れないことか確認。おふね。マジっすか。マジっすか。一発はもらうな。オッケー。その後これかよ。BGM が注意です、このゲーム。本当に BGM がいい。なんかあの中心になんか出てきそうな感じではあるんですけど。なんか怪しいんですけど、今はまだ違うみたいな感じですかね。とりあえずここは行った？あそこに右上ポーションだし、あ、中央にありますね、なんかね。アクティベート。アクティベート、何がアクティベートになったんだ。一応戻りますかね。謎が謎を呼んでおります。なんだあれは。投資漏らしがありました。これはもう見たんで、とりあえず下に戻りますかね。まあ、ここは一応行った感じではありますね。お、1個アクティベートになりましたね。さあ、オフェンスとディフェンスどっちを上げるか。金の鍵が1つ手に入った。これ悩ましいところですね。オフェンスかな？ディフェンス結構あるから。よし。ソードダメージ20になる。ソードの範囲が上がる。あ、やった。チャージ、あ、チャージか。チャージってのはタックルですね。チャージレンジが上がる。どうしよう、チャージのレンジを上げるか、それともインクリストソードアークだから多分射程を伸ばすか。まずチャージを頻繁に使うので、いや、だけど頻繁に使うのはこっちか。チャージのレンジ上げると逃げに使えるからこっちですね。どうなるか。これは伸びたのかわかんない。
これは、テンポラリープロテクトフロムダメージ。これちょっと使ってみますかね。そうするとあそこのが取れるんじゃねえか。ん？あ、ポーションか。ダメだ、あそこ行けない。次はこっち、一応他は全部いってるから、さあ、ここ、あそこ開いてんのかな、開いてないですね。ちなみに今コントローラーやってます。さすがにね、これはね、コントローラーじゃないときついと思うんですよ。こっちもだいぶ進んではいるんですけどね。こういうわかりやすいのやめろよ。ね、ここにもあったり。取れねっつん。あ、やべえ、余計などうでもいいダメージをもらってしまった。これこっち途中になんかあるけど、まあこっちですね、次のルートは。フラー6まで来てますね。火力超上がった、やったね。やべえ、楽になったぞ。消毒じゃ、消毒じゃ。おお、楽になった、楽になった。やったね。お怪しくね。ああ、違った。あ、火力上げてだいぶ楽になりましたね。正解正解。ここはもうご了承、 OK OK。いいっすよね、この BGM ね。これ絶対なんかあるんだと思うんですけどね、この簡単には分からせねえよみたいな。ああ、燃えち、さて次はどこだろう。いて、余計なのかした。いいね。いや、関係なくいけんの、パラディン素晴らしいね。あれめっちゃ食らってますよ、多分他のキャラだと。なんか飛んできた、ああ、超減ってる、あぶねえ。
おい、めっちゃ減ってるんですけど。ポーション使いました。あ、伏せたっすわ。おぉ！いって！おぉ！なんすかそれ！てか勝手に死んでった。てか60食らってるんですけど、一発で。おーおーおー、なんだなんだなんだ。やったね。いきなりいろいろと見つけましたよ。おお。これ大丈夫な。今、私が何起こったのかよくわかんない。そう、これもまためんどくさい感じにありますね。防ぐものがない。危ね。あと魔法を使えるのが2回だから、これ決めなきゃ。オッケー。たたたた。はい、これで微妙に回復。よっしゃー。しかもポーション、なんか怪しいなと思ったんだ。エクストライフ、まあ今は必要ないですね。テンポリープルーフフロムダメージ、このポーションは1個欲しいと思うけど、今はそれよりもお金が必要なんで、なんか怪しいと思ったんだ。もうなんか安直になんか道があるっていうよりは、なんかシークレットもちゃんと隠されてますね。これちょっとまずすぎじゃねこれ。さて、あー食らった。しかもに出れないけん、
俺は食らってはいけない。あれは食らってはいけない。いやちょっとは。よし。やばい。シマフグラグしか見えない。オッケーオッケーオッケー。食らってしまった。うわあ、ここは大丈夫ってことだ。こんな無駄なダメージを食らってる場合じゃない。よし、ここなら大丈夫。オッケー、マナ10か。思ったよりしょぼかった。パラディンの盾は本当に重要ですな。で、こんなとこに隠しがあっても当然気づくわけもなく。いや、しかし本当にね、パート1を見ていただきたいですよ。こんなに、ま、割と難易度が上がると思わなかった。あの魔法はやめよう。いって、だけど強化したおかげで結構やれてますね。地味ですけどね、面白い。このゲームは本当にいい。お金お金、マニーマニーマニー。なんかまたいるし、あいつははめないと。あいつははめないとダメだ。はまった、よし。ハマってない、ハマってない、ハマってない。遠距離攻撃する役はどこのゲームでも最優先できる。ああ。ちょっと痛い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 。よし。イエス。今度ははめられなかった。正々堂々戦いました。ただし、硬かった。痛い。まあ、だけど体力が上がってるんで、だいぶやりやすくなりましたね。上げといてよかった。これなんでこうしてるかっていうと、体力回復ですね。よしよし。結構回復しましたね。60ぐらいは回復できたんじゃないかな。
で、こう壁沿いに歩いてるのかっていうのは、まあもうご存知ですけども、シークレット探しのために、常に壁沿いを歩いております。ベンダーコイン。あ、あそこにあったのか。どうしよう。上に行くか。上から行きますかね。隠しようと思って、どの壁も怪しい。で、どの壁もなんかもう行くしかないみたいな感じ。なんかあんじゃねえのみたいな。あら、みたいな。なんか引っかかったぞ、みたいな。あ、これ、やばいやばい。あー、入っちゃった。ジェミ、危ねえ。あれ、即死です。あの床トラップは即死です。確か。この前、調子に乗って踏んだら死にました。目の前の餌に釣られた。いや、だってあんなに相手待ったら行くって、ちくしょう。あれはもう人間の心理を分かりきった、読み切ったトラップですな。許せん。そしてここはどこだ？あ、だけどね、レンジがちょっと上がってるんですよ。ダッシュの。やっぱね、長く感じますね。やっぱ長い長い。こう見ると長い。長い長い。あれはひどいね。今のあれはひどいと思う。あれは、えぐいわ。縦では防げません。確か、多分防げない。弓は物理攻撃のみのはず。そしたら万能すぎるんでね、多分。それは多分この制作者はそんなことを許さないはず。いやー、あれ超取りてんだけど、超厄介なんですけど、あれ、ちょっとセーブして。こっちから行けそうだね。死に覚えてとるのだ。だけど、これ死に覚えじゃないんですよ。
あと10回しか死ねないんで、ゲームオーバーになっちゃうんで。上の、右、一番上に4つあると思うんですけど、右がライフです。残ライフ。だから復活は、その数しかできないです。だから、ホットラインマイアミみたいに、死ぬこと前提とした作りではないんですよね。お、いけた!おー!ゲッツ、ワンナップゲッツ、なんだそれ。みたいな。あ、光ってるみたいな感じですね。よく見てみると。いけたいけた。ワンナップゲッツ。あ、こいつをまず倒してからね、ここにやがったか。よしよし、これで大丈夫だよ。これ超いろいろ美味しいのがあんじゃん。なこの愛知ムカつくわ。これ本当にあのいやらしいよ、これ作ったやつ。まあとりあえず一つずついけるからね。一つずついけば混乱しない。オッケーオッケー。あ、ぶわね、死ななかった、即死じゃなかった。おー、危ねえ、即死ではなかった。なんと、危ねえ。187のダメージですって。生き残った。 HP 上げて、マックスだったからか。もういいよね。もう取らなくていいよね。欲張った結果がこれだ。いや、二ついけっかなと思ったんだ。あぶ、操作ミスが死を呼ぶ。オッケー、あれも取ってもいい。いやー、危ねえ、即死じゃなかった。187のダメージ覚えておこう。誰だよこれ作ったやつ。まあ、あれはもういい。あれはもう取って死ぬオチが見える。でこの左側には何もないはずなんで、なんかあそこの左へ行きましたっけ。行ったかな。なんかありそうなんで、ここは通す。いやー、と、裏から回るのは正解でしたね。で、次は、どこだろう。やっとここはクリアですよ。ここはクリアして、次次、金超たまった。よし、これで強化できる。ん、こっちでいいのか。ここをダメージなしでアイテムでいけばいけるんじゃないの。わかった。だね。それだ。というところで、ちょっとトイレ。